三叉神経痛、頭痛性チックは、顔面の近く神経である、三叉神経から発信される強い痛みのエピソードを特徴とする神経痛である。顔面痛、自殺病、ホザーギル病としても知られる。神経の一つ、二つ、または三つすべての分岐が影響を受ける可能性がある。それは人間の最も苦痛な条件の一つとして知られ、 多くの医療専門家にもまだ謎のままである。この痛みは耳、目、唇、鼻、頭皮、額、頬、歯、顎と顔の側面に感じる。一部の患者は左の人差し指の痛みを経験する。三叉神経痛は容易に管理できないが、主治の治療の選択肢が存在する。顔面神経痛と称することもあるが、正式な故障ではない。 顔面神経とは顔面における運動神経のことである。また、顔面神経麻痺といい、顔面の神経が麻痺することによって、片方の顔面の筋肉が動かなくなって、顔が歪んでしまう症状とも混同してしまいがちだが、いずれも三叉神経痛とは異なる。血管が動脈硬化などによって膨張し、三叉神経を圧迫することで痛みを引き起こすと考えられている。 女性に多く突然顔面に鋭い痛みが走るのが特徴で、通常は顔面の片側に起こり、痛む時間は比較的短時間である場合と長時間の場合がある。三叉神経痛の治療法としては、主に薬物療法、神経ブロック、手術療法などがあり、これらの治療法のいずれかまたはこれらを組み合わせた方法がある。医療ドラマ、トップナイフ第2話に、 脳腫瘍の影響で起こった病気として取り上げられている。ありがとうございます。